い、どうもピヨキューです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、ルイージハズはナイトアウトということで、ルイージは夜に出かけるということでしょうか。いや、わかるよルイージ、夜遊びってめっちゃ楽しいもんね。でもルイージ気をつけるんだぞ、あなたは絶対に行ったらいけない場所がある。マンションだ。つまんねえんだよ、笑いのセンスだけじゃなくゲーム実況者としても終わってんだから、さっさ始めんかこのコース。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.76%。 で、夜に出かけるで思い出したんだけど、僕子供の頃にめっちゃ可愛いエピソードがあって、夜外に出ようとすると狼が出るって言われて恐怖を植え付けられてたんだよね。まあそこまではいいじゃん、子供一人が夜の外出とか絶対に危ないからさ、そこまではいいんだけど、それ僕さ、律儀に小学生の低学年ぐらいまでずっと信じてたんだよ。で、小学生のその低学年の時、友達ん家泊まり行く時とかさ、めっちゃ怖いわけよ。外に出てもさ、友達とかと出るじゃん。で、その時友達にさ、狼が出るから早く逃げなきゃいけないって言って、ていうかさ、これもう積んだ感じなんじゃないの、開幕無機物。いや、あの頃の純粋さと恥ずかしさを返してほしいね、親に。まあその時代があった頃こそ、こうやって今ね、わけわかんない人間系 YouTuber としてやれてるわけなんですけど、まあ今も変わらずバリバリ純粋バイ。人の心を持て遊ぶな。もう分かった、僕が純粋だということに。じゃあここは一旦チビになって先に進めっていう感じだね。で、この土管は土管に入れませんね。ヒットオールって書いてんのかな。ちゃんとやれ、こんな一松だけ残さなくていいからさ、ちゃんと挟んでやってくれよ。そして羽の生えたテルさん、お前は可愛いな。今のヒントのところさ、ヒットオールって書いてたから、多分これを全部出しておいてこのまま左に行けっていうことになる。ああ、扉があるのか。さっき全然見えなかった。なるほどね。待て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 、何すんだろうけー。あえてあのヒント無視しようか。僕は一つだけでいい、オールなんていらない、これが本当のワンフォアオールさ。もう大丈夫だ、私が来た、ピオキンマイト。あのブロパにやられるかと思った。そして右のチョロプ、来るのか来ないのか。じゃあパンブロックで倒しておく。倒れてくれよ。なんでお前はそんなに無敵なんだよ、このヴィランくん。じゃあここは一旦 P スイッチがなくなるまで待っておこうか。そしたら上には行けても、この先には針しかないよね。じゃあ上の方でパウを発動させるってことかな。あはは、これで先に進めるのか。そして僕は下に降りるけど、来るなよチョロプ、恋とは少しは思ってるけど絶対に来るなよ。来るなっつってだろ。じゃあ下に足場があったから、降りた瞬間ジャンプしてすぐ見ざまねえなチョロプよ、もう一回来るがいいさ。オッケーオッケー、倒してやるよお前なんか。っていうかさ、右に来るチョロプめっちゃ速くなかった、あんな速かったっけチョロプって。四角の枠で何もしない、一旦乗ってこの場所で何もしない、信用するぞ四角。オッケーオッケー、今日なかなかついてるかもしんないね。そしてこのクリボンは何だろう、一旦これやばい、上に隠しブロックが、あーないね。ってこのクリボン上に投げろっていうことなんじゃない。どうしてくれんだクリマチューが。上にハテナブロックがあるけど、あれ叩いたら、あー、ここで亀の甲羅が出てきてくれるんだね。クリボン、お前は用なしだ、そこでずっとひっくり返ってろ。さあ伝いに登っていきましょう。そして上は、いや絶対行かない方がいいと思う。あんな風絶対罠だよ。なんで僕はこの土管に行きたいと思いません。今左チョロプおったっけ、なんか急に出てこなかった。まあいや、一旦行ってみる、こっちは実は正解じゃないのか、クソ。なぜじゃねえんだよ、こっちがなぜって言いたよ。あ、でもこれ普通に下行けるね。ちょっと待って、一旦捕まっておいたら大丈夫だから。そしてこのまま左に行けるのか、これ頼む、左に行かせー。頼むって、左に行かせてよ、もうちょっともうちょっとなんだって。悔しい、絶対手にしてる、どこで行ける、ここ、うん、ダメなのか。いや絶対行けそう、あ、地下ブロック落とせばいいんじゃない。だから風が左に行った瞬間地下ブロックに触る。いや行けそう行けそう、絶対行ける、マジで見てて、これだけは絶対手にするから。これ合わせの新耐久だね、ここ。いや間に合わねえのか、もう嫌だ、もうこれ最初からやり直した方が早いかもしんない。あの左下ちょっといけそうでいけないのがめっちゃやった、いけた。よし
っしゃよっしゃ。そしてここはクリボーを持っていけばいいのか。持ってって良さそうだね。なんか今イギーだったっけレミーだったっけ、なんかわけわかんないやつ倒しました。そしてここは右に行く、何もない。じゃあ上に行くしかないよな。そして左に行くっていいのか、これ本当に左でいいのか。ここ絶対なんか来るんでしょ。何もないのか。ただ僕は針に当たるだけなのか。え、これマジで、あ、分かった分かった、下に行けないね。さっきさクリボンをなくしてしまったけど、ここ左向いておいたら大丈夫なんじゃない。そしてこのクリボンを上に持ってって、あのオンオフをしろっていうことだと思うんですよ。オッケーオッケー、おー、くるくるしてんじゃねー。じゃあどうすればいいか考えろピオキング。オンオフをするところまでは絶対に合ってる。多分ここで赤の方、この場所に行けば大丈夫なんじゃないか。オッケーオッケー、どっか行ってろ。一人で名前忘れたけど、あのクッパ七人衆の名前誰だったっけあれ。マジで覚えらんないよね。ここでチェックポイントか、素直に取らせてくれんのか。サンキューベリーマッチングアプリ使ったことないけど。そしてこっから進むところないよね。もう一回戻れっていう感じなんかな。多分ここで戻ることによって先に進むルートが開けるみたいな。右下なんかあるね。あー、多分あっちの方だと思った。多分こっちでいいよ。それじゃあ次にどんどん進んでいこうか。こっから一回も引っかからずにチェックポイント2まで行きたいと思います。ここまで釣るのだったらもういっそやってくれよ。なんなんだこの閉じ込め方は。そしてお前も閉じ込まってんじゃねえか。さあ見事タラコ唇にやられたわけなんですけど、あいつ最近調子乗ってんのよね。男子にちょっとだけチヤホヤされてるっていうか、唇がセクシーだと思ってるんだわきっと。いつも鏡に言わないで唇してんのよあいつ。今なんて言った、唇してるって言わなかった。日本語がきちいぞ。じゃあここは壁ってパワーブロックを叩く。これで合ってる。みんな新しくいい名前思いついたね。あの左下の唇リップスだ。いや結構似てない、抜群なネーミングセンスだと思うんだけど。そしてここはトゲゾウが出てきたのが見えた。そして早くこの右下に行く。そしてこのボブ兵で上の壁を壊す。まあここまでは絶対合ってると思うよ。この音符なんか何も出てきてないよね。そして下の音符はどうしようか。あ、分かっちまった。ここでまず最初にこのメットは取れないのかということは踏む必要がある。踏む。そしてここで爆発するのはいいんだけど、こっからどうするんだろうね、あのボム兵。え、下に行っていいの？下に行って、いやここ絶対音符ありそうな気がしない。え、なんもないの？え、こっち何？え、なんもできないじゃんね。え、このまま右に行ってもなんもないでしょ。え、このメットをどうやって取る？あー、わかったわかった、ここでジャンプすればいいんだ。そうだろ。こっから先がマジでわかんないんだよな。この石ブロックもさ通り抜けれないから、この場所にボム兵を出すしかない。そしてこのさメットも取れないから上に行けないんだよね。で隠しブロックもないんだよ。いやマジでもう積んだんじゃないのこれ。相当わからん。いやマジで結構考えてるからさ。で右のメットは多分ね、メットを持ってこいっていう意味だと思うんだけど、この唇が折ったところにメットがあるから、それを持ってこいってことかな。戻ってきたね。このメットをかぶっていけっていうことなんかな。かぶってても先進めようがないよね。左降りれるこれ。あはは、こっち降りれるんだ。でこっちのどっかに多分落とし穴というかどっか入れると思うんだ。あ、やっぱりね。さあ行きましょう。これでここでボム兵を壊して先に進めるみたいな。いやこれマジでむずくない？めっちゃ考えさせられるんだけど。そしてここは一気に抜けようか。すぐ右に抜ける。いやまだ全然あるよ。この記録を取ってガリガリに当たって上に行く。ガーイ、もうこのコースやめていいんじゃない？何回な謎を解いて、僕はもう頭が疲れてるよ。じゃあここはキノコを取ってガリガリに当たってちゃんとジャンプする。急ぐ必要なんてないんだルイージ、お前はお前のままでいい、マイペースに行こうじゃないか。そしてここは一旦何もしないでいい。そうだろう、なんかキノコが暴れてるけど。オッケーオッケー、うますぎる。そしてさ左の雲めっちゃ怪しくない？ここに出てきてるってさ、いやこれ行っていいんじゃない？わざわざ右に行く必要ないよ、多分こっちで合ってる。さあどうなる。じゃない、え、すごすぎる。え、このまま右に行ってたらさヒントがあってこっちに来てたみたいだ。誰にやられた。いや今ほとんどの人がさ絶対行ったって思ったんじゃない。うわ、ピオキング成功しやがったみたいだ。くっそー、僕も絶対成功だと思った。じゃあオンオフしてみようか。オンオフしたら絶対戻ってこれなくなると思うんだよな。やっぱそんなことだろうと思ったらこっち来すぎじゃないの、あなた。この顔面狂気が、ここ1ヶ月ぐらいで一番悔しいかもしんない、この3本にやられたことが。いやマジで予測不可能だよあれ。じゃあ音符を踏んでみる。
もういいや、もう疲れた。ちょっとは休ませて。ここ鉄球出さなきゃいけないのかな。うわ、出しても出さなくても多分どっちでもいいんだね。そしてこの上のブロックはコイン。じゃあ P 風船を取っていこうか。あの P の裏何が隠されてんの、マジでわかんねえな。何も見えないよね。じゃあ P 風船は無視して土管の方に入っていこうか。これでいいんでしょ。 OKOK、 あのブロックは何もなかったようだね。そろそろチェックポイントにはないか。これは一旦踏んでおこう。毒キノ、こんにちは。このコース、ここ最近してきた中で一番難しいね。そして一番長い。めちゃめちゃ外れのコース引いてしまったな。まあ、その分一発マリオで楽させてもらうか。意外としつこいんだよな、この毒キノコ。じゃあすぐ上に行こうか。そしてピースイッチを叩いて、あの毒キノコが襲ってくるより前に早く行く。オッケー、襲ってこれないんだね。ずっとそこで跳ねてろ。じゃあ僕はどんどん上に行くよ。あなたが跳ねてる間にさ。右下で逃げたこと。いや、まだ待っちゃう。頼む。いや、こんなんかどっか会ってくれよ。じゃあここに行くしかないのか。いや、え、どんだけ人をバカにすりゃいいんだ。いや、これどっちが正解だと思う。こっちの方が怪しいような気がするんだよな。こっち降ってきたじゃん、ボム兵が。だからこっ行き過ぎた。じゃあここら辺でボム兵が降ってきたというか、なんか変わったよね、オンオフが。それまで待っておこうか。オッケーオッケー。どっちが正解なんだろうね。右とこっち。あ、なんかこっちの方が正解っぽくない？たぶんこっちが正解であってて、チェックポイントに取れた。ナイス。サンキュー。さあ、残すはゴールのみだね。ここは左に走ってっていいのか。どうしようか。上のこの枠は何もないね。じゃあ左走っていく。こっちで合ってるのか。どうなんだ。絶対このパターンは違うやつだと思うけど。母じゃねえんだよ。俺も母じゃねえんだよ。え、マジでチェックポイント戻し。いや、でもまだワンチャンあるね。なぜかってピースイッチがずっと鳴ってるからさ。ということはこのままゴールへの直行便。そうなんじゃないのか。いや、マジで熱いね。次はこのドアかな。このドア行ってみようか。どうなんだろう。またチェックポイント。ふざけるな。いや、ほんといい性格してるわ、この制作者。じゃあ一旦ここをやられてみる。やられたらなんか変わんないかな。あー、やっぱ何も変わってないか。やられることによって次にね、別のルートができるかなと思う。こっから、うーん、黄色いドカにインダイブ。もうやめた方がいいかもね、今日。もうほんとちゃんとやっていこう。長くなるかもしんない今日の動画だから、テンポ上げていきたいと思います。そして左下バネがあるな。あのバネを取って上に行けと、そういうことなんじゃないのか。いや、ガンガするな。ここはなんだ、隠しブロックか。うん、シンプルでいいね。はーい、ここからテンションとテンポの上げマックスキングが通っていくよ。みんな準備はいいかい。ここでバネを置いてジャーンプ。そしてこのイカは踏めるのかな。オンオフをして一旦右に行ってみようか。オフからの右。キノコが出てきたよ。このキノコを取ってこっから先に進めるっていうことだね。一旦この切り替えは立ってちゃったっちゃ。たったたたたごめん、マジでもうカミカミキング山頂だね。ここはゆっくり下に降りる。何もねえじゃねえか。あ、なんか上行けそうだね。だからキノコを取ってからの左に行くっていうことなんじゃない。だからこっから左上。いや、合ってんのかな。一旦壊すで、針に当たって上。あ、これでいいのか。左行ってみる。何もない、何もないね。じゃあこっから上に行こうか。いや、もうそろそろマジでゴール待ち遠しいんだけどな。このまま上に行って P スイッチを持っておこうか。 P スイッチは持てない。じゃあ Z して右。これで合ってる。またお前か。確実に近づいてる。そう、ゴールへな。やられた数が努力の証。その努力の証は絶対に実る。さあ行こうじゃないか。いいこと言えそうだったような気がするんだけど、ギリギリいいこと言ってないような気がしない。たまおやじ。ここはすぐ下に降りればいいのか。そしてこの P スイッチの音が鳴り止んで右にジャンプ。さあこっからオンオフを変えてくれるんだね。ありがとう。最後の最後にいい仕事をしたね。でオンオフをしてドアに入る。まだゴール。マジで長いんだけど。何この人。倒してってこと。ここでボス戦。左上に鍵があるからね、多分これを倒したらもうゴールっていうことなんじゃない。頼む。そんなに強くないでしょあなたは。いや、集中していこう。そんなことある。いや、ぜひ自分の力で倒したかったな。上行けないんだけど。こっから上に行く。
うわ、どっちこれ、右と左どっちだろうね。いや、右って書いてるもん。絶対右でしょ、隠しブロックは。え、ないのか。嫌な顔しかしねえな、あの赤いブロックは。頼む、こっちで合ってて。ブブーだけど。いや、合ってる合ってる。ジャンプオン、ジャンプをずっとしとけ。ジャンプオンロイ、あのロイの上をジャンプせ。いやどうなんだろう、ロイの上に乗って右上に行けってことかな。いや、こっち違うから、こっちまでまだやっていた。いやー、なんか変わってる、なんか変わってる。え、これでもしかしてゴールできるみたいな。やった。あー、なるほどね、チェックポイント戻しと見せかけてゴールがあったんだね。くっそー、ビビらせやがって。もう一回チェックポイント戻しかと思ったじゃねえか。いや、でもめちゃくちゃクオリティの高いコースだったね。その分相当鬼畜だったけど、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、マリオメーカー2史上最も狭いアレということで。いや、今のトロールコースでめちゃめちゃ体力持ってかれた。相当鬼畜。ぶっちゃけ嫌みたいなテンションでやっていきたいところなんですけど、そんな甘い考え許されない。 YouTube を舐めるな、そんなんじゃこの世界で残っていけないぞ。ということで説明文読んでいきましょう。マリメ1ではできた、マリメ2だとできなくなった。なのでマリメ2で最強に狭い配置を考えましたので、ぜひ狭いだけで難易度は慣れた方ならサクッといけるかもって書いてるんだけど、ゴール条件があるんだよな。そしてクリア率も結構低い。全然どんなコースかも想像できないね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.23%。 まあサムネを見る感じさ、あの針の間を少しずつゆっくり歩いて抜けろっていう感じなんかな。そしてゴール条件が、1回地面から離れたら着地しないでゴール。え、このガリガリ抜けれんの。まずちょっとさ、走って行ってみていいかな。もうわからん、勢いが足りんかったってこと。じゃあ一番左から右にダッシュしてみようか。これで先に抜けれるんだ。はい、ダメ。走って抜けれるとかいう固定概念にとらわれちゃダメだね。歩いて抜ける、そうだろ、無理だよ。歩いて抜けれるとかいう固定概念にとらわれちゃダメだ。後ろ向きで抜ける、そうだろ。これで痩せるんだ。痩せてマリオじゃなくってピーチ姫に僕を見てもらうんだ。そしてマリオ系の全てのゲームはルイージに名前を変えるんだ。パッパカパー。最速見ようか。最速が1秒ってことは、スタートして、これジャンプ、あ、ジャンプなんじゃない。なんかジャンプいけそうだよね。ジャンプしてあの狭い隙間をくぐり抜けるみたいな。そんなの分かればもう簡単さ。見てて、スーパーミラクルローリングさんだ。はい、少し栄翔時間が足りなかったみたいだ。次こそやるからみんな見ててくれ。スーパーミラクルローリングスペシャルさんだ。あ、ふざけるな。しゃがんだ方がいいのかな。一旦しゃがんでみようか。ショージャンはダメだよね、さすがに。ショージャンしたら、うわ、ゴール条件なくなってしまうか。いや、ワンチャンでゴール条件なくならないでいけるかもって思ったけど、ってことはもう足しは成功させるしかないんだよ。やったいや、急に行けてマジでビビったね。でも相当気持ちがいい、これ決まったら。今あぐらかいてるんだけど、嬉しすぎてあぐらかいたままピョンピョンしてしまったよ。しかも見て、みんな最速まで取れたね。ということで、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。